ゃがみ込んじゃうと心臓が圧迫されるからしゃがんじゃダメだよ。こっちに座って。体温も汗も問題ない。浮腫が出てる様子もないね。よかった。ありがとう、かなで。私の名前は花江かなで、4歳。心臓に持病を抱えるママと2人暮らしをしている。ママは以前持病のせいで運転中に気を失ったことがあるんだ。なんとか大惨事は免れたけれど、あんなこともあったし無理はしてほしくないな。今日はお家にいたら少し休めばへっちゃらよ。ほら、保育園に遅れちゃうわ。早くお着替え済ましちゃいなさい。私に心配させまいとママは微笑んだ。本当に大丈夫？ええ、少し休んだらすっかり良くなっちゃった。そっか、ならよかった。その後回復したママは私を保育園に連れてきてくれた。いってらっしゃい。行ってきます。でもやっぱり心配だな。私はママと離れてる間いつもママが大丈夫か心配しているんだ。さあ今日も一日頑張ろっと。私は花江美希子、単身赴任の夫と優しい娘との3人家族だ。今朝は奏を驚かせちゃったな。奏に心配かけないようにしなくちゃ。心臓に持病を抱えながら育児と仕事に励んでいるけど、奏は頭がいいからワンオペ育児も全く大変じゃないの。おはようございます。おはようございます。私の職場は大手お菓子メーカー四方製菓の企画部だ。子供の頃からこの会社で働くのが夢だった私は、新食感、新フレーバーがヒットへの鍵かと思います。さらに見た目にもこだわって、今の子供たちにも感動と夢を与えるために日々頑張っている。そんなやる気に満ち溢れている私たちのもとに、皆さん突然ですが、今日からこの方が企画部の責任者となります。え？ヤクマ丈太郎だ。ま、全員知ってるだろうけどな。思わぬ人物がやってきたの。女ばっかかよ。数少ない男もめめしそうだし。彼は四方製菓の社長の息子で、当然私たち社員はみんな知っている高年入社ってこともね。そしてこの日から部署の雰囲気が一変した。なんだこのクッみたいな企画は。自分の立場を利用して手当たり次第に怒鳴り散らす姿はまさに裸の王様そのものだ。そんな言い方しなくても。それにこの企画はすでに商品開発の段階まで進んでいるんですよ。知らねえよ。俺がなしと言ったらなしだ。みんなで立案し、ほぼ完成と言える企画を中止にしたりとやりたい放題だった。そんなある日、お願いします。ふん、後でじっくり見ておくわ。私が新たな企画書を提出した時、やけに素直な反応だったの。思わぬ展開に拍子抜けしていると、これからも頼むよ、我が息子よ。任せてよ父さん。ひどい、ひどすぎる。なんと私の企画が彼の名前で上に通っていたんだ。結果私の手柄は彼のものに。災難でしたね。花井さんの企画だったって僕が社長に伝えますよ。いいの、きっと無駄よ。信じてもらえないわ。散々な目に遭わされた企画部はもはや最悪な雰囲気だった。しかし、これ10でコピーよろしく。あんなことしておいてよく平気でいられるわね。彼は神経がずぶとく、そんなのお構いなしのようだ。きっとバレても問題ないと思っているんだろう。フォントがバラバラで誤字も多いですね。意味のわからないイラストを添えたせいで企画の意図が迷子になっていますし、ホチキスの位置すら違うし、まあまともな社会人経験があまりないようなので仕方ないとは思いますけど。貴様、誰に向かって口聞いてるんだ？丈太郎さんですけど。だから私はそんな彼に容赦はしない。というか本当に残念な企画書だったんだ。もういい、余計なお世話だ。コピーは別のやつに頼め。はい、そうしてください。私は少しだけ心がスッとした。それからは彼もおとなしくしていて、平和が戻ったかのように思えたのだけれど、数日後、何トラブルかしら。朝出社すると社内が慌ただしい様子だった。どうしたんですか？はあ、どうしたんですかじゃねえよ。私は事情を聞いただけで怒鳴られてしまった。この状況を全く飲み込めない。そして、俺の企画した商品が先に他社メーカーから発表されたんだよ。え？告げられたのは衝撃の真実。驚きのあまりうまく言葉が出てこなかった。お前の仕業だろ、全て分かってんだからな。え？私？そしてあろうことがその原因を作ったのは私にあるという。
お前の PC から他社メーカーにメールで企画案が送信されていたんだよ。そんな私じゃありません。証拠上がってんだ。言い逃れはできねえぞ。身に覚えのない疑いを向けられて私は焦った。そんな私を見て彼は勝ち誇ったように笑っている。花江さん、企画を取られたからこんなことを。ひどいよね。違う、私じゃない。嘘、誰も信じてくれないの。さらに仲間からも疑いの目を向けられ絶望しかなかった。私じゃありません。言い訳するな、お前はクビだ。追い込まれた私の心臓は徐々に鼓動の音を大きくし、せいせいするわ。さあ仕事に戻るぞ。なんでこんなことに。落ち着かないと。そう思うほどに心臓の鼓動は早まる。そしてついに、かなえさん。限界を迎えた私はその場に倒れ込んでしまった。しっかりしてください。きっと持病の心臓が。救急車を呼ばないと。持病だと？だったらなおさらクビにして正解だったな。意識が遠のく中でも彼の心ない発言が聞こえた。ママ大丈夫？かなで、また心配かけちゃったね。ママが倒れたと保育園の先生から聞いた私は大急ぎで病院へと駆けつけた。まだ痛むの？胸は苦しくない？大丈夫だから落ち着いて。最近はいつにも増して調子が悪いように見えていた。きっと無理がたたって、私が会社を休ませていれば。ごめんね楓、会社クビになっちゃった。え、どうして？だけどママは予想外のことを言い出した。優秀なママが会社をクビになる理由なんて思い浮かばない。何があったの？ママ教えて。ママが私の前で涙を流すなんて今まで一度もなかったことだ。絶対にママは悪くない。会社でね。え、その社長の息子ひどすぎるよ。事情を聞いた私は腹綿が煮えくり返る思いだった。ごめんね、この姿見せてびっくりしたでしょ。すぐに仕事見つけるから安心してね。ママの気丈に振る舞う姿がより一層私の心を締め付ける。ママは四つ型成果で働くのが子供の頃からの夢だったって言ってた。次の仕事に切り替えるなんてそう簡単なものじゃないよね。そして私は決めたの。絶対に許さない。私が何とかするからね、ママ。ついこの先日誕生日に買ってもらったパソコンで私のママに手を出したこと後悔させてやる。ボンクラ息子をやっつけてやろうってね。ああ、すがすがしい朝だ。俺よりできる部下はいらねえんだよ。あの邪魔者をクビにしてから1週間俺の気分は最高だった。例の報酬しっかりと頼みますよ。ちなみにあの企画を他社にリークしたのはこの俺だ。証拠がない以上誰にもバレやしねえがな。これからも気に食わない奴がいたらどんどん整理すればいい。そして部下の手柄を俺のものにしてすぐに父さんとは世代交代。その時ね、これって、あ、なんだ。突然俺以外のスマホや PC に通知があったかと思えば、妙に周りの連中は俺を見てきた。どうしたんだよ、あれか。俺のイケメンさにでも気づいたのか。気が済むまで見させてやるよ。丈太郎様、これ。ああ、そして俺の自慢の美人秘書がスマホを見せてきたのだが、今企画データ送りましたよ。早めに商品発表をお願いしますね。なんだこれは。そこには俺が夜中のオフィスであの女の PC を操作する様子が映っていたのだ。まさかこれが全員のメールに。一体誰の仕業だ。映像と音声はバッチリ捉えられている。これでは言い逃れしようもない。俺をはめやがって絶対に許さねえ。その直後、私です。私が会社のセキュリティにハッキングして監視カメラの映像を全員に一斉送信したの。はあ、子供。現れたのは一人のガキだった。なんだこの見た目は子供頭脳は大人みてえなガキは。本当にお前が誰なんだよてめえは。この子は私の娘です。お前は。この人と対面したらまた発作が出るのではないかと気が気じゃなかった。だけど、ママ私がついてるからきっと大丈夫。楓、小さいのに本当に頼もしいわね。
娘の楓が勇気づけてくれる姿を見て、私も一緒に逃げないで立ち向かおうと思えたの。ハッキングって、娘さんは何者なんですか？楓は IQ200、ギフテッドなの。 200? すごいな、ギフテッドだと？こんなのでっち上げだ。お前ら騙されるなよ。そこまでの IQ があるならフェイク映像を作るのも簡単なことだろ。俺に盾つきやがって覚悟しやがれ。まだあがく彼の往生際の悪さに全員が呆れていると。父さん、こいつは会社に無断でハッキングした犯罪者なんだ。警察を呼んで。めったに姿を見せない社長が姿を現した。すかさず彼は社長にすり寄り味方につけようとした。だけど、犯罪者はお前だ、バカ息子。私たちのシナリオ通り、いやそれ以上の展開に私たちはにやけが止まらなかった。どうして。会社のお金を横領していた件、顧客情報を他社に売っていた件、ちょっと調べたら面白い事実がいっぱいあって、社長さんにも共有してあげたの。さすがね、奏。このまま何も知らずにいたら会社存続だって危うかっただろう。お嬢ちゃん、本当にありがとう。横領に顧客情報の売買って真っ黒じゃないか。楓のお手柄でひとまず丸く収まり安心していたのだけれど、こんなガキャー、俺の人生をめちゃくちゃにしやがって、一発お見舞いしなきゃ気が済まねえ。奏、やっぱりこの男は厄介だった。大切な我が子に悪事に汚れた拳が迫りくる。次の瞬間、やめるんだ。ギョイー、とても大きな頼もしいヒーローが現れたの。どうしてここに？久しぶりだね、奏ちゃん、花江さん。この人は便利屋のアントンさん。以前私たちがピンチの時に助けてくれたの。そして今回も。実は会社の金がなくなっていた件を調査してもらっていたんだ。アントンさんは腕がいいと社長仲間の間でも評判でね。恐縮です。そうだったんだ。まあ奏ちゃんが全部暴いてくれたから今回俺の出番はなかったんだけどな。いてくれたから私はこうして無事だったんだよ。二度も助けられた私たちはアントンさんにお礼を伝えた。父さん、助けてくれよ。黙れ、お前はもう俺の息子ではない。そんな。彼は社長に絶縁を言い渡され、絶望の中警察によって連行された。私でいいんですか？ああ、ぜひ君にやってもらいたいんだよ。その後社長は企画部の統括責任者に私を任命したの。復職どころか昇格させてもらえて、私は娘の奏に感謝したのだった。今日も見てくれてありがとう。じゃんけん。